こんにちは、おもちのです。いつも私のご支援をありがとうございます。今日は皆さんにちょっとご報告があります。現在日本ではコロナウイルスの影響で多くのイベントやテーマパークが開園や営業を自粛している状態です。私も参加予定だった3月8日のコスエクスプレスと15日のコストロームコンプレックスが中止になってしまいました。みんなで会えると思って楽しみにしてたのに、とっても残念な気持ちでいっぱいです。このままでは3月がとっても寂しい月になってしまいそうだなって私は思いました。そこで私はみんなに少しでも元気になってもらえる方法が何かないかなと思って考えました。そして思いついたことが2つありました。まず1つ目、1つ目は3月15日までファンボックスやペイトリオンの私の支援サイトを無料公開することにしました。どうぞ。パフパフ。現在支援サイトで公開中の有料会員様の動画や写真がすべて無料で見られます。200近いコンテンツすべてが見れるので、イベントとかお出かけができなくなっちゃったって思った方も、私のお尻をいっぱい見て元気になってくれたら嬉しいです。そして2つ目、その期間中3月15日まではなんと毎日動画ライブ配信を行おうと思います。どうぞ。パフパフ。イエ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 イ。現在は月曜日と金曜日にゲーム実況をメインで配信しているんですけど、それに加えて他の曜日もライブ配信をしようと思っています。内容は17ライブの時みたいなおしゃべりメインだったりとかっていう風に考えていて、で皆さんとの距離が近くなるようなゆるくてまったりした内容にしようかなと思っています。あくまでほぼ毎日が目標なので、できない日もちょっとあると思うんですけど、そこは生温かい目で見守ってくれると嬉しいです。テレビをつけてもネットを開いてもネガティブなニュースが多い今だからこそ、多くの人に私のお尻を見て元気になってほしいなと思います。そしてそれでコロナウイルスにみんなで打ち勝って、このピンチを乗り越えていきましょう。そしてそしてそして、その騒動が落ち着いたらみんなでまたいろんなところにお出かけして、いっぱい楽しいことをいっぱいして、経済をいっぱい回していきましょうね。そしてまた次のイベントでみんなに会えたら嬉しいです。ぜひ会いに来てください。以上、私のご報告でした。バイバーイ。